皆さんもいろう、ニューヨークでビール飲むりやってるよしです。Hello everyone, I'm Yoshi. i ー Bia No More i 本日もやっていきましょう。2 m ーミニッツビアトーク。今日のお題はモトゥエカホップです。モトゥエカホップはニュージーランドで開発され、1996年に市場に出回り始めました。最近よくこのホップが使われてビールを見るようになりました。香りがですね、とてもユニークで、ライムとかレモン、 トロピカルフルーツを思わせるようなアロマがありますこのホップはですねフレーバーホップではっきりとした苦味と香りがあり非常に優れたデュアルパーパスホップですこのホップがですねよく使われるビールのタイプはですねイギリス式のエールそしてピルスナそしてベルギーのエールなどによく使われます もしね、ビールを今度買うときに、モトエカホップって書かれたやつを見つけたら買ってみてください。とてもですね、ユニークな香りのあるビールだと思うんで、えーうん、試してみてください。それではまた。